はい、レオンチャンネルの大量買いの動画へようこそ。今週も少しだけ新商品が発売されたのと、またおもちゃ屋さんを回って欲しかった商品も買ってきました。まず新しく発売されたのはこちら、列車合体シリーズ EX 電王列車です。劇場版仮面ライダーに登場した特急王と合体するレジェンド列車ですね。定価は1500円で、今回は1200円で買いました。いろいろと遊びがいがありそうなので2つ買ってきました。それとダイソーエクスプレスのウェハース2新作が発売されたのと、プレックスからは光るミニ特急チェンジャーです。やっと特急チェンジャーのプレックス版も出ましたね。しかも今回は光るって書いてありますから、これも期待できます。定価は1000円で800円で買いました。相変わらず安いですね。それとガシャポンの新作でビッグサイズ列車コレクション、ビッグサイズなりきりウェポンの列車バージョンですね。特急ジャー関連はこんなところで、妖怪ウォッチはビッグステッカーコレクションを今回は6パック買ってきたのと、外務系は新しいおもちゃは出てないですね。結構前から探してた SH フィギュアーズのダブルサイクロンジョーカーをやっと見つけましたので買ってきました。これ欲しかったんですよね。確か2500、600円で買いました。もちろん新品です。それとウルトラアクトのウルトラマン太郎が再入荷してたので買ってきたのと、珍しくこのサイズのトランスフォーマー商品を買ってきました。新しく発売されたシリーズでムービーアドバンスシリーズのバンブルビーです。2010年にオートボットアライアンスとして発売されてたそうなんですけど、今回のムービーアドバンスシリーズになってリニューアルされたようですね。デザインは映画のトランスフォーマー第1作目のバンブルビーが元になってます。なんで急に買ってきたかっていうと、 YouTube のチャンネルキューブさんっていうトランスフォーマー玩具のレビュー動画をアップしてるチャンネルがあるんですけど、最近そのキューブさんの動画にハマってて影響されて買ってきました。ただトランスフォーマーの映画は全作品見てますので、バンブルビーは前から欲しかったんですよね。バトルマスクモードもあるんですね。さらにマジンボーンの登録キャンペーンカードが届いたのと、セブンイレブンでこんなのが売ってたので買ってきました。ガチャドラサウンドキーホルダー、これは手の部分をガチャッとやるとノーマル、レア、激レアの3種類の音声が鳴るそうです。これなかなか面白いですよね。最近パズルウェアハウスのレビュー動画をアップした絡みで買ってきました。こんな感じで今週も新商品プラス欲しかったおもちゃを買ったら大量買いになっちゃいましたね。ではいつも通り順次レビュー動画をアップしますので楽しみに待っててください。ただバンブルビーに関しては本当に個人的に欲しかっただけなので、レビュー動画をアップするかどうかは分からないです。以上、レオンチャンネルの今週の大量買い動画でした。